吸血鬼姉妹。幻想郷の吸血鬼姉妹、グランドールスカーレットとレミリアスカーレット、果たしてどんなネタを披露するのか。エントリーナンバー1205番、スカーレット家。はい、どうもスカーレット家です、よろしくお願いします。スターボーベリー。何やってんのよあんた。挨拶代わりにね。うわ、お客さん半分は吹き飛んだよ今。お姉ちゃん、そんなことより今日は頑張りましょう。いいのかなこれ。はい、頑張りましょう。私が姉のレミリアで、妹のフランドールです。名前だけでも覚えて帰ってくださいね。はいはい。いやでもですね、こんな無茶苦茶な妹ですがねでも実はこの人こう見えても意外と臆病なんですよ。臆病じゃないよ。あんた臆病だよ。臆病じゃないって。臆病だよ。怖い話とか意外と苦手でしょ。そんなことないよ。いや臆病は、私は何でも破壊できるんだから。怖いものなんて誰も探し物してる時に、うわぁほら、もう止まるかと思ったじゃないの。心臓が、ロマンティックが、 CCB か。 CCB か、古いし誰も知らないよ。止まったらどうすんのよ。あんたのどこがロマンティックなの。めちゃロマンティックよ私。嘘つけ。毎日寝る前に別冊マーガレットを読んでますから。めっちゃロマンティック。あんたが読むなよ。めっちゃロマンティック。目に星でもあんの？ほら。ほらほら。ないよ。まばたきするな、気持ち悪いな。ほらほら。目をパチパチと。見て見て。とにかくビビりなの、あんたは。いやいや、でも確かに世の中怖いものが多すぎます。まあまあね。確かにいろいろありますけども。何が怖いって言ったら、やっぱり火事とか怖い。火事怖いよ。火事怖いよ、本当に。実際火事の現場なんか行くとね、羽が火傷することもありますからね。例えばうちのコウマ館が火事になったら大変ですよ。火事だー！あ、私のお屋敷が燃えてんじゃん！あのね、昨夜が中に取り残されてるのよ。大変じゃない。彼女は人間だから間に合わないかもしれないよ。そうだ、どうしよう。助けに行こう。うん、行こう。早く行こう。待って、早く助けに行こう。待って、いいから行こう。待って、何やってんのよあんた。私行けないよ。なんで。私恋人もいないし友達もいない、行けないよ。行けんじゃん。あんた守るのも何一つないよ。いや正直これ。何よあんた、足が震えてるじゃないの。貧乏ゆすり。暇かい。もういいよ、私が一人で行くから、あんたはここにいないよ。そう、誰だお前。いいから私が行くから。うん、お願い。じゃあ行くから。ちょっと待って。なになに。水をかけなきゃ。ありがとう、ガソリンだった。殺す気か、お前。あれあれあれ、何やってんのよ。水あった。よし行ってくるね。私、昨夜がどこにいるか知ってるから、心の声で案内するね。うん。はい、そこ右、階段がある。左、左。うん、そこバックバックバック。そこだ、右。うん、右よ、右。右、そうそう。うん、右に曲がったら、戸棚があるから、うん、そこの戸棚を開けたら、開けたら、おやつのブラッドカステラが入ってるよ。左。うん、あ、バックバックバック。はい、そこ、まっすぐ行ったら、倉庫があるから、そこの倉庫を開けたら、うん、昨夜のピンクロンドンがあるから。そんなもの私のお風呂だけどね。どっちのことか。そんなのどうでもいいのよ、早く道案内しなさい。は、パクった。パクった今。ポケット入れたいのお姉ちゃん。勝負すんなよバカ。お姉ちゃん右。あー、そこ左。うわー、どうしたのお姉ちゃん。足をくじった。歩ける。このままじゃ私ダメかも。助けに来て、フラー、助けて、ねえ、フラー、焼け死んじゃうよ。ありだな、それもな。何これ。はーい、ごめん。早く助けてよ。助ける、ちょっと待って。水、よし、あ、ガソリンだった。これだ、よし、こっちに出てて。お姉ちゃん、大丈夫。足が焼けどしちゃったよ。スプレー持ってきたよ。準備がいいね。痛みが引いていくよ。あ、緊張るだった。うわぁ、喧嘩したじゃない。早く肩に捕まって。こっち。あ、そうだお姉ちゃん。何？カステラ取ってくるよ。どうでもいいって。早く昨夜のところに案内して。うん、そこまっすぐ、そこの扉を開けて。私が開けんの？うん、レミリア。あ、はい、キー。はい、レミリア。キー。はい、もう一回、レミリア。キー。
たら、キーキー、おっとっと、コマンド投げ失敗。何それ、ふざけないで。早く開けて、早く、お姉ちゃん。開かない、開かないよ。あ、それ引き戸だった。早く行ってよ。早く早く、引いて引いて。ダメだこれ、変形してて、開かないよ。頼み、先にやるよ。無駄足じゃん。はいはい、中に入って、入って。あ、さくらがいた、いたいた。意識を失ってる。早く助けて、抱っこして、抱っこして、おんぶして、おんぶして。また明日。おお。楽しくないよ。早く逃げよう、逃げよう。こっち、逃げてて。お伝えすることが、フランドールお嬢様が。何？どうしたの？フランドールお嬢様がお屋敷に火を。前の島だありがとうございました。